4420C のルーズショートスウェットです。お色はゆうちゃんが着てる方が、ブルー、はい、ブルーです。そして私が着てる方がライトグレーの2色展開で、お値段がこちら税込みで3850円でございます。はい、2つ目ポイントお願いします。はい、でございます。これはね、すごくシンプルで何もついてない無地なんですけど、とにかく形がと色が可愛いアイテムでございます。まずショート丈なので、その点でバランスがとても取りやすいので、こういうハイウエストのボトムとかスカートアウトとかでも、低身長さんの方でも着やすいアイテムです。そしてなんといってもこのね、裾が切りっぱなしになってるんですよ。切りっぱなしになってこうくるって、そうくるってなってる感じがちょっと古着っぽくて、めちゃくちゃ可愛いアイテムです。着丈もね、袖丈はめちゃくちゃ長くはなくて短くもないぐらい、ちょっと燃え袖ぐらい、確かにちょい燃え、ここもポワンってしてるので、女の子らしさ満点のスウェットでございます。ございます。はい、はい、ありがとうございます。さとこさん、万歳お願いします。万歳したら多分見えますわ。そうですね、まあ、丈感が多分ショートなので、これ元から結構ショートなので、万歳はね、したらちょっと見えちゃうな。見えちゃうね、はい、なんでちょっとハイウエストでもちょっと見えちゃうかもしれないです、はい、はい、でございます。ね、ベイちゃんさん、スウェット可愛いって、可愛いでしょ。どっちの色が好きですか？私が、ね、私が着てる方がライトグレーなんですよね。まあ、結構定番的な色でも、本当これは合わせやすいと思います。グレーよりそんな重たくならないし、スウェットなんか寝巻き感が全然ないので、スカートと合わせてもらっても可愛いと思いますし、普通に私みたいにパンツで合わせてもらっても可愛いし、このパンツも普通にこういうね、結構スウェットでカジュアルなんですけど、こういう真上のスカートと合わせてもらって、スニーカーとかでちょっとあえてちょっとカジュアルっぽく着てもらっても可愛いし、この後するんですけど、このね、今日の新作のこのワンピのね、このレイヤードが可愛いです。こうやってちょっと今伝わりにくいと思うね、後でちゃんとするんですけど、こんな感じの、今ちょっと今の時期まだワンピだと1枚で寒いと思うので、上からスウェット、このショートのスウェットが程よい丈感でめっちゃ可愛いので、ちょっとまたワンピ紹介の時にやろうと、やろうとかやってみようと思います。はい、タカさん、今来たら2人が万歳してて何事かと思った。確かに、確かに、何やろうってなりますよね。ちょっとね、おへそが見えるからやってみました。ゆうさん、デニム合わせもスカート合わせも可愛いって、ありがとうございます。そう、まあ、無地なのでやっぱり何でも合わせやすいです。これは本当に本当に使いやすいです、今1枚でアウターもこれだといらない気がします、今のあったかさやったら、で、あゆさん、この前出てたレースの襟合わせも可愛い、あ、絶対可愛いと思う。あ、いいぞ、こういうとこなんだ。絶対可愛いと思います。スキンとかもね、今年トレンドなので、ちょっと入れて甘めにしてもらっても可愛いと思います。あ、絶対に可愛い子で、マジでワンピは可愛いんですよ。お楽しみに、ね、お楽しみにしててくださいね、本当に、今日も可愛いね、いっぱいで。なんかサイトは確かシアーシャツと重ね着して、あ、可愛い。ごめん、ごめん、途中話しかけたもんだから。ごめんな、これもパールがね、可愛いですよね。スウェットとパールってめちゃくちゃ可愛いので、これこそちょっとすぐ完売したパールではあるんですけど、このパール合わせとか私もめっちゃ好きでございます。多分今下にシャツ着ればこれでお出かけいけるかな、全然いけそう気がします。でちょっと暑くなってきたらこのスウェット脱いでシャツだけで過ごせればいいと思うので、結構このショート丈のスウェットはちょっとこの春終わり、いや春に向かうこの最後に欲しいアイテムですね。ダハチさんがジャンスカとかよりパンツやスカートの方が可愛いかな。あー、これですか。合わせるの。あー、ジャンスカも可愛いと思いますよ。ジャンスカとかスカートとか、ジャンスカも可愛いと思います。可愛い、後で時間あったら。そうですね、私のね、メリーの私物があるので、あ、ナイスでございます。後で着てみますね、やってもらおうと思います、はい、あ、そのパール再販してたら絶対今度買って、ありがとうございます。これいつだったかな、4月中ですね。多分4月中にはいけると思い、はい、少々お待ちください。これ本当にね、可愛いのでちっちゃくて、多分これは季節関係ないというか、1個持っとけば年中ね、割と合わせれると思うので、ちょっと少々お待ちください。お待ちください、はい。あ、ロング丈やチュニック丈のシャツやロンティーとのレイヤードは爽快ですよね。間違いなく鉄板だ、鉄板だ、爽快ちゃうわ、爽快。
全然違う鉄板です、本当に鉄板だと思います。もう可愛いで決まってるだろうっていう感じですよね、はい。あ、この前お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。めでたくこのスタンプにもぴちゃんが入れてくれた粋な、そうそうそう、固定コメントで、はい、お祝いをしております。あ、パールネックレスおいくらですかこれ。あ、1500円。少々お待ちください。ちょっと今は完売してしまった円分ですけれども、2200円だったと思うんですけど、2000円台だったと思います。ありがとうございます。ゆうちゃんが調べてくれたので少々お待ちください。そしてさっき私が言ってた今日のね、この新作のワンピとこのレイヤーも可愛いですね。可愛いですよね。ちょっとまだワンピ1枚だったら寒いかなって時とか、でもアウター着たくないって方とかはこれで出かけてもらったらお出かけできるんじゃないかなと思います。はい、ね、パールは 税込みで2420円でございます、うん。9300税。ちょっと今完売してるんですけど、はい、4月中には再販ができるかと思っております。はい、お許しお待ちください。はい、はい、あ、ウェイコスがゆうちゃん、私からのアイス届いた。すごい、アイスって届きました。おお届きました。アイスいただきました。皆さん、アイスアイスしてください。アイスめっちゃいい、ね、ぜひ皆さんでお届けしましょう、ゆうちゃんに。うん、うん、そう、この絵でも多分これは秋もいけると思います。うん、ちょっと秋でちょっと肌寒くなってきたなって時とかに、こういうマンピとかその上に着てもらったりとかもいけますし、結構長く使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ね、いいですよね、これ可愛いって。ありがとうございます。このマンピはね、多分皆さん結構これは争奪性の予感がしております。私は、